ハイカラ万歳、今日のゲストは歌手の池田聡さんです。池田さんのベストアルバムが今定築レコードの方から発売中です。出たばかりでございますんでね、ぜひ一度聴いてください。そして、各地で、コンサートツアーということで、名古屋で11月の21日大阪が11月の23日とございます。で、実は東京が12月の4日草月ホールであるんですが、残念ながらこれも500席全部ソールドアウトということでございますので売り切れてしまいました。あと名古屋大阪の方はもうだんだん席も少なくなっていると思いますが、ぜひあの生の声聞きにぜひ行っていただければと思います。そんなわけでね、来年も25周年ですから、はい、まあ、いろんなご予定があると思うんですが、なんかこんなことを来年やりたいと思ってる企画みたいなのありますか？そうですね、まあ、もうちょっと今回その12月に草月ホールやるんですけど、はい、ちょっともうちょっと大きいところでこう25周年、僕はあんまりアニバーサリーそんな得意な男ではないんですけども、その女の子との記念日とかも全くダメな男ででもちょっとその25年なんていうね、四半世紀、もうそんな記念っていうのはないので、ちょっと例えば本当昔からでも途中からでも僕のことを応援してくださっている方と一緒に何かそういうアニバーサリーをなんか楽しめるような、あのそういうコンサートをちょっと草月ホールよりもちょっと大きいところでやってみたいかなと今計画中でございます。そう、あ、それ計画中ですか。はい、あ、ということはやりそうですね。やろうと思っておりますけど、まあ、どうなることやら、いいですね。はい、ぜひぜひ楽しみにしておりますね。はい、そうすると大きなツアーをやり、25周年ツアーをやり、あとぶらりツアーアコギで1台持ってっていうのも、そうですね、やっぱりぶらりツアーはある種その約10年弱ぐらい前からやってるんですけど、はい、まあ、ちょっとずつちょっとずつ増やしていって、私見てびっくりしちゃったんですけど、この秋9月の後半からでも秋田も盛岡三島静岡浜松長野松本飯田四日市津伊勢、これだけのこれはもう毎日移動してるんですもん ね、 そうですね、立派ですよね。あ、でも楽しいですよ。これは割とサイズとしてはあのちょっとしたライブハウス的なぐらいの、そうです、ライブハウスもありますし、それこそカフェ的なところもありますし、そういうところもあります。もうどんどん行けるところは行こうという、そういう企画ですので、なんか先ほどあのプロダクションの方に OK をいただきまして、池田さんにぜひ来てほしいということで、はい、あのお問い合わせいただければ行ってもいいよという、まあ、あの可能性はなきにしもあらず、もちろん一人の人のためだけにはいけないのでなかなかあの私待ってるから来てねっていう、そうそう、はい、行ってみたら一人とかって言われるとちょっとさすがにそれは、そうですね、すみません、一人でも100万払っていただければあなたのためにライブはしますけどね。ああ、そうそれはどうかな、どうかな、そうですか。最近あの共同購入っていうのが流行ってますからね。そうですね、みんなでいっぺんに全員で買うと行きますみたいな、安くなりますみたいなもございますんで、ね、ぜひ。でもね、あの待っていただいてる方がいるなら、僕らは本当は足を運ぶっていうのが基本だとは思ってますので、ね。さて前回ですね、あの毎回実はあのゲストの方に座右の銘を書いていただいてまして、はい、前回はですね、まあ、小さなことを気にせず流れる、少女を気にせず流れる雲のごとしなんていう、はい、かなり格好のいい座右の銘でございましたが、まあ、座右の銘ってそんな変わるもんじゃないと思うんで、まあ、25周年を節目にですね、今この時の池田さんとして感じている好きな言葉をぜひ書いてサインもお願いしたいというふうに考えておるんですが、そうですね、座右の銘とか何とかじゃなくて、この人生の今のテーマを、じゃあ、いいですね、人生のテーマ。本当池田さんね、2度目のご出演ということで、私もなんか気持ちも通じ合って大変嬉しいんですけれども、CD のねこのベストアルバム本当おすすめですからね、ぜひ皆さん10月お買い求めいただいて、なんかシンプルですね。はい、はい、じゃあこちらのカメラにちょっとご披露いただける、あ、これ なんて読むんですか。許しです。許しどういう意味ですか。いや、許すっていう意味。許す、なんかすごい、また難しい言葉を持ってきましたねさすがクリエイティブな、許しかな、テーマは。あー、どういう意味かちょっと少し解説も加えていただきたい。自分を許し、はい、できれば人を許し、いろんな
ことを許す。なんか悟ってきましたね僕なんか許せませんよほとんど大体のことだけになって もちろん、はい、世の中には許せないことがいっぱいあるので、はい、許せないことが本当にいっぱいあるんだけど、はい、なんかね、それと関連づけちゃいけないと思うんですけど、うん、時々思うんですよね。日本人がもともと持ってた文化で、うん、一番その忘れ去っていってしまっていることが、うん、例えば、うん、例えばなんですけど、こういう言葉最近聞かないと思いません？はい、物の哀れ。ああ、聞かない聞かない。でも、あ、本当ですね。面白いんですけど、外国人の、観光客にインタビューしてるのが前テレビでやってたんですけど、うん、日本にどんなことを求めて文化として 見たいと思って来ましたかって言ったら、憧れてきましたかって言ったら、物の哀れって日本語で言う人がすごく多かったんですよ。本当ですか？はい。物の哀れ。わかるんですか？そうか、あと。だから向こうにはなかった文化だから、まあ ね、でも日本人がどんどん今薄めていってる文化ですよね。なんかそういう八百万の神じゃないけど、いろんなものに命が宿ってるんじゃないかと。それこそこのコップにもとか、うん、テーブルにもみたいな、本当ですね、なんかそういうことも含めていろんなことを、例えば外国人には理解できないことかもしれないけど、犯罪者でさえも死んだ後には墓にちゃんと祀ってあげて、成仏しろって言ってあげられるような、うそういうある種どこか許すような、そういうのがなんか日本の文化からどん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 抜け落ちていってるような気がして、なんかやっぱりないなくなってしまっちゃいけないような気がして、そういうのってやっぱり忘れちゃいかんよなと思うような気持ちになってきまして、なるほどなるほど、それこそ先ほどもというか言いましたけど、もう初老だと思ってるのでも10年ではなくはい、はい、やっぱ人生まとめの時期を考えるというか、晩年はやっぱり許せるような大人になりたいみたいな、はい、いい言葉ですね、すいません、なんか自重臭いことなんかとつとつと述べてしまいました。素晴らしいと思いますねそんな風な気持ちにちょっと最近、許せないこといっぱいあるんですよ。そうですね、許せないこといっぱいあるんですけど、その自分よりも許しっていうのをテーマにした自分にやっぱなっていかなきゃいけないような気がして。でも私は何、はい、ていうのかな、池田さんのなんかこの自然体が好きってお話しましたが、はい、やっぱりそれはこの許しという言葉に象徴されてますね。そうでしょうか。なんかこうゆったりと、はい、なんか過ごされてるという、そのなんかこのおおらかさがすごい魅力だと。でもワーカホリックなんですよそうですね、ゆっくりはしてるのはどうも苦手っていうような、まあ、意外とね働き者でせっかちというところもあるんでしょうけど、せっかちですね、ゆっくりゆったり見られるんですけど、そうですね、せっかちです。これからぜひ、はい、お体の気をつけてね、ツアーもありますし、来年は節目のコンサートもいっぱいあると思いますので、またぜひ来年も遊びに来てください、はい、お待ちしておりますので、本当に2週間にわたり、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、毎回ご案内しておりますが、ヘイカラトップページの左上にポストのマークがございますので、そこをクリックしてください。この番組へのご意見ご感想などメールすることができます。池田さんへの応援メール、そして先ほどちょっと告知しました、うちの町来てくれよという、そんな歌りの方もお待ちしておりますので、ぜひメールでお寄せいただければと思います。そんなわけでもう今年も残すところあと11、12と、はい、もう2回ちょっとになっちゃいましたけどね、はい、ぜひ来年いい年になるようにお祈りしてますんで、ありがとうございます。本当どうもありがとうございました。はい、皆様次回はもう10月の末になります。10月の29日、この番組でまたお会いいたしましょう。それでは皆様、さよなら。君がいない日々を送りな
後ろ向きな僕を君は叱るだろう。その渋さを思い浮かべて、なぜか嬉しかった。もう二度と戻らない時の流れの中で、明日からも生きてゆこうと決めた春の日立ち止まり、見上げた空青の中にはぐれた雲が歩き出した。